はい、どうも石原です。今回の動画のラインナップはこちらです。本日5月5日まで AirPods Pro 買うなら今しかないというね、最新情報をお届けしたいと思います。以前の動画でもね、 AirPods Pro とか Apple 製品がAmazon で過去最高に割引中ですよっていう情報をお届けしました。その進捗を今回まだご紹介したいと思います。そして iPad mini 第6世代が2021年、まあ、後半かなと言われていたんですが、2021年の具体的に7月から12月に発表されるのではないかというリーク情報が入ってきましたのでご紹介します。さらに iPhone 13 Pro Max の CAD データの新モックアップが出てきましたので、皆さんね、モックアップにはなるんですが、今までのね、最新の情報をまるっとね、凝縮した CAD データをモックアップ化してますので、かなり現実的な iPhone 13 Pro になっておりますので、どうぞ最後まで動画の方ご視聴ください。テック好き石原さんというツイッターアカウントを僕は運営しておりまして、もうこのチャンネルで発信している iPhone の最新情報やアップに関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなんかの、まあ、情報をこちらのテック好き石原さんの方で、まあ、速報とかね、つぶやきとか、この動画では伝えきれないことなんかも含めてこちらで情報発信していますので、ぜひね、このチャンネルと合わせてこちらもね、フォローしていただければ幸いです。はい、そしてここでお得な情報なんですが、Amazon の聞く読書、Audible が、なんと今2ヶ月無料キャンペーンをやっております。通常なら月額1500円ほどかかるところが、なんと2ヶ月無料、約3000円分が無料で利用できるということで、このオーディブルというものなんですが、これはあのプロのね、ナレーターが朗読した本をアプリで聞けるというサービスになっております。やっぱりこうね、読む本もいいんですけど、聞くインプットとしては、移動中とか、なんか作業をしている時とかなどに、ラジオ感覚で本を読むことができる、本の内容を吸収することができますので、これ、ぜひおすすめしたいものなんですが、実際に人気のタイトルなんかも結構今ありますので、ぜひこの2ヶ月無料で利用できる期間にぜひチェックしてみてください。もちろん、2ヶ月経った後は解約して問題ありません。で、これは、Amazon プライム会員限定の無料、2ヶ月無料のキャンペーンなので、ぜひ概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、では本題です。本日5月5日まで、今日ね、5月5日まで AirPods Pro 買うなら今しかないと、マジ顔で皆さんお伝えしておきたいと思います。で、以前の動画2回ほど、この Amazon で AirPods シリーズとか Apple 製品が今までにない過去最大の値引き中ということでね、ご紹介してますので、ちょっとチェックしてみようかなと思った方は、あの概要欄にその Amazon の各 AirPods とか Apple Watch とか各製品別にリンクページを貼っておりますので、ぜひね、概要欄にね、今すぐチェックしてください。5月5日まででございます。で、その Amazon においてもレビュー1万1000超えのベストセラーとなっているのが AirPods Pro、アップルのね、完全ワイヤレスイヤホンがベストワンになってますので、この人気度はね、もうかなりのものだと思います。で、その値引きが5月5日までというね、情報が入ってきてますので、今日、この動画5月5日発信してるこの動画5月5日までなら、AirPods Pro、アップル製品、めちゃくちゃ今までにない値引きで販売されておりますので、ぜひね、チェックしてほしいんですけども、最もね、その中でもやはり人気なのがその AirPods Pro で、普通ならまあ3万円超えぐらいでね、買わなければならないんですが、この Amazon のセール期間中であれば 16% オフの4000円か5000円引きぐらいで25,680円でお買い求めいただけるということで、これもう2万円台で購入できるということで、この AirPods Pro 買いたいけど、まだ買ってない。で、新しいの出るかもしれない。で、今悩んでる方は、既存の AirPods Pro でも十分使えますので、25,680円。かなりね、お買い得のね、商品になっております。しかも新品ですので、Amazon で販売されているので、新品です。多分ね、AirPods Pro 第2世代かな。新しいのが発売されたら多分ね、3万円絶対超えてきますので、その時に3万円超え出すか、めちゃくちゃ今でもめちゃくちゃ使いやすい AirPods Pro。僕も毎日のように使って、この AirPods Pro が25,680円で、片方ないな。寝室かな。で、買えちゃうということで、めちゃくちゃおすすめです。で、今日、在庫状況をね、今ね、ちょっとね、確認してみたんですよね。すると、なんと、5月9日
に入荷予定となっております。つまり今この時点で5月5日時点でもう AirPods Pro 在庫なくなってます。ただ5月5日までなら 25,680 円で買えます。カートに入れてもう購入ボタンを押してもらえれば5月9日に入荷してお届けということになりますので、5月5日時点で買うなら 25,680 円で、5月9日にちょっとね発送は遅れてしまうんですが、5月9日に入荷次第また発送しますよということなので、今現時点での金額で購入することができますので、本当にこれおすすめとなっております。でその他にもですね、 AirPods シリーズ、 AirPods Max とか AirPods ワイヤレスチャージングセットとかね、その AirPods シリーズもう5000匹ぐらいされてますので、ぜひねチェックしてほしいんですけど、またさらに Apple Watch シリーズ6なんかもね5000円引きぐらいになってますので、ぜひね Apple Watch もねちょっと欲しかったんだという方はね、ぜひ Amazon の概要欄のリンクページ貼ってますのでチェックしてほしいんですが、それだけにはとどまりません。なんと M1 搭載の MacBook Air、 僕今これ使ってます MacBook Air、 こちらもなんと5000円引きで買えちゃうということで、 Amazon 激アツ、5月5日まで激アツです。もしかすると5月6日までの可能性はあるんですが、現時点では5月5日までの大セール、 Apple 製品大セールという情報が入っておりますので、ぜひ今すぐ興味のある方、欲しい方はチェックしておくことをお勧めいたします。はい、そして iPad mini 第6世代が2021年7月から12月に発表かというリーク情報になっております。これは Apple のアナリストであるミンチークオ氏が投資家向けの最新のレポートで報じた内容なんですが、まあ昨日の動画で折りたたみの iPhone が2023年に発売され、まあ、発表されると予測されていますよ、可能性が高いですよというね情報をお伝えしました。それに合わせてこのミンチークオ氏が iPad mini を7月から12月に発表発売する可能性も一緒に報じております。そのミンチークオ氏の予想だと iPad mini 第6世代は 8.5 インチか9インチということで、かなりサイズアップ、もうね昔の iPad くらいのサイズになってしまうんですけど、まあ今ね 12.9 インチとか11インチとかちょっと大きめの iPad が主流になってますので、9インチちょっと小さいんですけど、ベゼルがねそれだけ薄くなるので、昔の iPad よりは持ちやすく、まあ携帯しやすい、持ちやすいサイズ感なのかなと思っております。そして昨日おとといの動画でお伝えした通り、 iPad に関してそのユーラシア経済委員会の製品データベースに9つのタブレット、アップルのタブレットが製品登録されたということをお伝えしてますので、かなりね iPad mini の第6世代2021年7月から12月に発表発売の可能性が非常に高まってきておりますので、 iPad mini 大好きなユーザーの方はね、ちょっと iPad Pro、 今回の iPad Pro ちょっと待って、 iPad mini 第6世代に照準を合わせてもいいかもしれません。はい、そして iPhone 13 Pro Max の CAD データの新モックアップが出てきました。これは YouTube チャンネルのアンボックスセラピーという YouTube チャンネルが動画を公開したんですが、サプライチェーン関係者に出回っているとの噂の iPhone 13 Pro Max の CAD データを元にしたモックアップを動画の中でなんとご紹介しております。かなりリアルなモックアップです。デザインとかが発泡スチロール感なくて、もう綺麗に塗装されたモデルがね出てきております。それがこちらです。 iPhone 12 Pro Max のパシフィックブルーと比較しているようなんですが、リアカメラのレンズの大きさ、皆さん注目してください。このねチャンネルでもね何度かご紹介している通り、 iPhone 12 シリーズと iPhone 13 シリーズではリアカメラのサイズが変わってきますよと。その理由としてはカメラのスペックアップによるものだとしております。でフロントカメラ部分のそのハウジング部分なんですけど、まあ電話用のスピーカーホールがベゼル側にちょっとね移動しているということで、ノッチの横幅がかなりコンパクトになったことが印象で見受けられます。で、その iPhone 13 Pro Max のリアカメラのハウジング部分なんですけど、iPhone 12 Pro Max よりも縦幅と横幅がね、5mm ほど大きくなって、そして厚さが 0.9 ミリ増すということになっておりますので、まあ、このチャンネルではね、過去に何度かご紹介してますけど、iPhone 13 シリーズのリアカメラね、これ iPhone 12シリーズですけど、リアカメラがこう出っ張っちゃうみたいな、これ大丈夫かっていうね、ちょっと、デザイン的に好き嫌いがかなり分かれてきそうなリアカメラの部分なんですけど、まあ僕のね YouTube チャンネルのコメントではケースをつけるからそんなに凹凸は気にならないんじゃないかというねコメントもいただいております。ありがとうございます。僕もね多分そうかなとは思うんですが、このケースが薄いことによってこのリアカメラね出てるじゃないですか、リアカメラのカメラね、これ iPhone 12
こう置いてもあのフラットなんですよ。しかしこれ以上もしねカメラ部分が出ちゃうとケースを分厚くするようなもしかしたら形状にならないとこうフラットに置けない、カタカタカタ、こうカタカタなっちゃうと、カタ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 動いちゃうということになるので、ここねちょっと微妙なとこなんですけど、カメラがのリアカメラが出っ張る分ケースがそのままの薄さなら、どうなんでしょうね。まあ、またはケースがねちょっと分厚くね、背面が分厚くなればまあフラットに置けるかなという問題がね、これ昔言われていた iPhone 4ではフラット、そして iPhone 5でもフラット、しかし iPhone 6になってカメラ部分のこのレンズがちょっと出たんです。出たことによってフラットにこうねデスクとかに置いた時にカタカタなりますよみたいなね、懸念というか問題とか、ちょっと賛否両論あったんですよ。でゲームこう置いたままゲームする人ってカチャ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 ちょっとゆったりカタカタ iPhone がね動いてしまうので、これは問題だみたいなことになったんですが、まあケースなんかを使えてね改善されている方もいらっしゃいましたし、フォームファクターのフレームでこうなるべくこのグラグラがねできないような形でね、多分 Apple は開発してきたと思いますが、カメラ部分がねやっぱ出てくるとちょっと心配なこともね意外と多いかなと思います。でこのねCADデータのモックアップ、カメラ部分めちゃくちゃでかくなってますから、これはね、で iPhone 13 mini、 iPhone 13 シリーズにもライダースキャナーが搭載されるということになっていますので、カメラ部分が出てライダースキャナー搭載して、まあかなりのスペックアップには仕方ないんですが、ちょっとね見た目どうなるかっていうところがねちょっとね心配な面ではあります。まあ、今後もね、このようなモックアップ、最新のモックアップ、そして最新のコンセプト動画なんかもね、定期的にお届けしますので、ぜひチェックしてみてください。はい。ということで、今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報やアップに関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなどの動画を毎日夜8時にお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて、定期的な情報収集にお使いください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい。ではまた次回の動画で。